あるところに古い菓子店舗がありました。看板をよく見ると様子が変なので、看板の近くに寄ってみました。すると、不思議な声が聞こえてきたのです。それは、いちまーい、にまーい、さんまーい、よんまーい、ごまーい、ろくまーい、ななまーい、八枚、九枚、九枚しかない。何度数えても、九枚しかない。